どうもこんにちは、町井塾の町井です。今日は日本史大学受験の律令制度ということになるんですけども、この税制ということについてやっていきましょう。はい、税制ということになるんですけど、この計帳というやつですね。税金を取るための、手帳みたいな感じになるんですけど、税金を取るためですよって、前に言った戸籍って6年に1回ですよって言うんですけど、税金を取るためのやつっていうのは毎年作成されます。はい、取るときは要するに毎年作んないとダメなのよ。はい、ということで税金を取るための計帳ということですね。計帳、こちらは毎年作成されますよということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。